はい、浜村五郎と申します。東京勤務です。マイクロソフトには13年目になります。現在の業務についてからは7年目となります。現在はビジネスアプリケーションの技術営業を担当しております。マイクロソフトは非常に多岐にわたる技術や製品、サービス、ソリューションを提供する数少ないベンダーだと思っています。特に昨今は一つの課題やテーマ、例えば営業支援とか顧客サービスとかだけではなくて、複数の業務領域にまたがってお客様を支える技術要請やサービス、技術と組み合わせたトータルソリューションを一社で提案できるというのが我々の非常に大きな強みであり、かつそこが一番我々にとってやりがいのある部分だと考えています。マイクロソフトでは、グローバルなコミュニティが非常に多岐にわたって、かつ大規模に展開されておりまして、様々な人が幅広い領域の、技術ですとかソリューションを情報交換して、共有したりして助け合っています。マイクロソフトは非常にオープンで風通しのいい文化を持っていて、チーム内でもコミュニケーションはとっても活発で、非常によく助け合って、活動をしています。一人一人が何かしらのプロフェッショナルっていうのもあって、得意分野、得意領域、専門知識っていうのを必ず持っているので、チーム内でも学べることが非常にたくさんありますし、そうですね、毎日すごく刺激があって新しいことをたくさん学べることができる環境にあること、自分の今まで経験を持ってきた範囲以外の部分も様々なことが学べるというところで、自分自身の成長にすごく成長を促されているなというふうに思っています。これはマイクロソフトならではの部分かなというふうに思います。